今日は愛知県民御用達の平張りからお送りします。免許証更新しに来て、昔の免許証がねもうこれ多分回収されちゃうからっていうので記念撮影をして今から YouTube を撮っていきたいと思います。そしてスマホ触りすぎて手が麻痺したのを見せてからごめんなさい、僕がねちょっと今日は寒いのでジャケットを着て今からね向かったところが、こちらが名古屋市天白区でございます。天白の天狗台酒場っていうところをね皆さん、天狗台ホールですね、酒場越えて大酒場越えて天狗台ホールっていうところに行きたいと思います。で駐車場に停めてねこうやって向かっていつも通り歩いていくんですけれども、皆さん天狗台ホールに行くときにはねあそこの駐車場は止めないでください。なんとここね駐車場が76台ぐらいかな、最大の47台かの駐車場がここにあって、あと他にこの隣とかに定型駐車場もあって、そこ止めてたらなんかどんぐらい無料だったかな、2時間とか1時間半とか無料なんで、そこに止めて天狗台ホールで精算してもらう、レジのところ で僕完全に間違えてたんで皆さん間違えないようにしてくださいね。で中に入っていきたいと思います。でここがですね本当にびっくりしたのが、もうなんか居酒屋っぽくないですよ、完全に、なんだろうな、なんか相模みたいな大きいなんか和食チェーン店みたいな、この感じわかります、和食の里みたいな、そんな世界観の居酒屋さんというか、びっくりしましたね、いろいろこの大きさで。そしてびっくりしたのが、普通にお酒だけを飲みに来てる人とかでもなくて、なんか普通に飯食いに来てるみたいな、酒なしでっていう人も結構多かったんですよ。っていうので、ここめっちゃ使えるなって思いました。特に天白ってね、結構その家賃とかも安くて住みやすい街だと思うんですよ。治安も良くて。そうだから、普通にね、僕住む候補の中に実は天白が入ってるんですよね。あ、ごめんなさい。僕が住みたい候補じゃなくてすいません。言ってくださいね。サイコロステーキもいいし、あとは、砂肝刺しも気になるな。あ、ちくわのスティックの磯辺揚げとロングエビ天串、これいいな。これは頼まなあかんな。サーモンハラスとかチーズスティックも良さそうだよね。絶対美味しそう。あ、来た。プリプリエビ焼き飯と、がっつりチャーシューね。焼き飯。がっつりチャーシューじゃないか、がっつりいくら飯とナポリタンと、あとは気になるね、あ、生姜焼きいいね、生姜焼きも頼んでいきます。デザートの種類もやばいね、たくさんある。コーヒーゼリー390円だからね、ティラミスもやばいよね。よだり焼きチーズパンケーキも390円、安い。そう、とにかくコスパがいい居酒屋さんなんですよ。ほら、これもね、結構ね、なんか面白いんですよね。ティラミスとか、金のお抹茶ハイとか。面白いんですよね。タワーレモンサワーとかさ、どう冷凍したらこうなるのっていう。めっちゃスペース取るような、こういう冷凍の仕方、普段家でやったら。うわ、右下のこぼれスパークリングタワーやればよかった。あとは1リットルタワーね。そう、これも頼んでいきます。でこれのねノンアルバージョンもね実はあって、僕今日飲めないのでね、全部友達に飲んでもらって僕はこのグラスがノンアルタイプなんで、僕はこれを頼んでいきたいと思います。クリームメロンゼリーも美味しそうやな。そう、これねノンアルも可愛いっていう。そしてねメニュー表力入れすぎなんですよね。結構僕メニュー表見るんですけど、これ金かかっとんな、メニュー表。それこそ相模とか大戸屋並みにこれ頑張ってるよ、普通に。だってこれ見て、これ料理の写真がちゃんと載ってるっていうね、結構割と載ってないとこ多いんですよ。ここめっちゃちゃんとしとんな。しかもなんかブランドみたいなの作ったの、喫茶夕焼きみたいな、すごっ。わ、来た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 、これね。もう一回下から舐めていくよ。うわ、
1リットルサワーのインパクトやっぱ、これはやばいということで、あのお酒を継ぎたいと思います。リーダーに、リーダー乾杯。そう、僕飲めないからね、お酒飲みたかったな。1リットルサワー、これ炭酸がブクブクしとってマジで化学っぽくて好き、こういうの。ティラミスね、そう、これかわいいよな、ティラミス。カルーア好きとかいいんちゃう、牛乳系のお酒とか好きな人。あとはサイコロステーキは、ね、なんか鉄板で出てきてよかったよ、これ。なかなかサイコロステーキさ、この年になると食わんくなるでさ、子供の時めちゃくっとったけど。そしてこれ僕の大好きな軟骨塩つくね、この店の中で一番うまかったな、あれが。あとはロングエビ天寿司も仲かったし、いくら焼き飯、焼き飯とチャーハンの違い調べてさ、焼き飯はなんかあのご飯と醤油で炒めた後に最後にあれ入れるんだって、卵で。チャーハンは最初の段階で卵入れるっていう違いがあって、多分焼き飯は香ばしいんだよ、だからその醤油の焦がし醤油みたいな感じの風味がすごかったですね。でこれもエビ焼き飯、マシマシ、うわ、エビの出汁がすごかったですね。でこれが無添加生ハムからの磯辺揚げ、磯辺揚げ好きなんだよ、ちょっと味薄かったな、あれ塩が欲しいな、磯辺揚げ。これは生姜焼きですね。まあもう腹減ったな、これもう腹減ったわ。うーわ、もうこれがあったらね、もう焼き飯が一瞬でなくなるんですよね。もう除雪車が皿の上に通ったんじゃねえかってぐらい速攻なくなります。 あとね、ナポリタンクオリティ高かった。え、ナポリタン屋を実はやりたかったのかと思った。ナポリタン食ったら、ナポリタン屋をやるために資金が必要だから、天狗大ホールをやって、でそれで資金が貯まったらいつか俺ナポリタン屋をやるんじゃないかなってぐらいナポリタン美味しかったなっていうので、もうすごい、もう隙がないんですよね、天狗大ホール。なんか東京では流行ってるらしくて、なんか名古屋で神田屋さんでしてる、なんか僕が一回栄で縦動画出したとこだったんだけど、普通に神田屋めっちゃすげえって思って、普通にいつ行ったのよ、去年ぐらいかな、去年ぐらいに行って、でその時にあのサワーとかもビビって、もう神田屋のなんだろうな、もう思わず写真が撮りたくなるようなメニューにめちゃめちゃすげえなと思ったんですよ。だからここのね、その会社はすごい頑張ってんなってのがめっちゃ伝わりました。もし僕が就職するんだったら、もう天狗大ホールに就職したいですね。もうそれぐらいすごい、ちゃんと分かってるんですよね、あのみんなのこと。もう結構割と飲食店って、なんか最近だと食べログとか Google マップとか、なんかいろんな、例えばインスタとか流行ってるじゃないですか。そう、その中で、まあ、なんか飲食店がだいぶ可視化された時代だからこそ、すごい競争も激しくなって、5年10年で潰れる店とか、コロナが追い打ちをかけて潰れる店ってめっちゃ増えたじゃないですか。まあ、その中で結構なんだろうな、神田屋グループ、神田屋グループなのか天狗大ホールグループなのかよくわかんないんですけど、この店はね本当頑張ってんなっていうのがめっちゃ伝わりますね。もう美味しいだけじゃねえよみたいな、もう見せるだけ見せますよみたいな。そう、逆にこういう店が増えてきたからこそ、なんか本当に予約困難点とか割と予約取れるようになってきたんですよ。少子高齢化が進んでいくこの日本だからこそね、こういう企業努力が素晴らしい、こういうねお店はまあね、どんどん残ってほしいなっていうふうに思いました。そう、神田屋のおかげでもう名古屋の飲食店のクオリティもだいぶハードルが上がってるのかもしれん。そう、そんな感じの店ですね。本当ここの会社はいい会社だなと思ったので、ぜひみんなも就職困ったら神田屋に入ってみたらどうでしょうか。あ、ごめんなさい、すいません、デザートのね、これは俺すごい安かったんですよ。300円ぐらいでこれできるってやばくない？ティラミス、そう面白いんですよね、シンプルに面白い。でそしてコスパもめちゃめちゃ良くて、
特につくねも最高に美味しかった。食べ動画の方はなんかランキング形式で発表してるんで、そっちもね結構力入れたんで見てくれたら嬉しいです。あとはチャンネル登録、あとはコメントもいつも励みになってます。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。また来週。